チームバイクエクスチェンジは、オーストラリア席の自転車競技、ロードレースチーム。2012年シーズン、UCI プロチームライセンスを取得した。2011年1月17日、欧州自転車競技連盟に在籍していたシェイン・バナンが立ち上げ、欧州のキャンピングカー製造会社である、ジェイコのオーナー、ゲリー・ライアンが、実質的な財政支援者となって、 合衆国籍選手を中心としたチーム体制を整え2012年シーズンにおける UCI プロチームライセンス取得を目指した。2011年12月6日国際自転車競技連盟は2012年及び2013年シーズンの UCI プロチームライセンスを付与することを決定。合衆席チーム初となる UCI プロチームが誕生する運びとなった。当初のチーム名は グリーンエッジサイクリングであった。自転車はスコットを使用する。2012年5月1日、オーストラリアのメルボルンに本社を置く、採掘、最高会社、オリカをチームのメインスポンサーとして3シーズンの契約を結んだことを発表。これにより同時続けで、オリカグリーンエッジと名称が改められた。2016年6月30日、ツールドフランス開幕を前に、 タイトルスポンサーにバイクエクスチェンジ社が新たに加わり、チーム名をオリカバイクエクスチェンジに変更した。青基調の新しいジャージも同時に披露された。バイクエクスチェンジ社はツアーダウンアンダーの大会スポンサーも務めているオーストラリアの大手オンラインショップ。2017年によりチームのサブスポンサーにスコットが昇格。これに伴いチーム名がオリカスコットに。チームカラーは スコットのコーポレートカラーであるイエローになった。クリスチャン、マイアーレーシングフォーオリカ、グリーンエッジインマドリード、2018年より、チーム名はミッチェルトン・スコットとなる。ブエルター・エスパーニャにて、サイモン・イエーツが、チーム初のグランツールでの総合優勝を獲得した。2021年からチーム名は、チームバイクエクスチェンジとなり、使用者はビアンキになる。 2021年6月20日更新。ありがとうございます。